めちゃめちゃに美味しかったです。本当に両方美味しかった。もうね、でももう簡単すぎて、鯛めしがで、めっちゃ美味しかった。お弁当、お弁当じゃない、おむすびにしてもらいました。鯛ゴロゴロ鯛めしむすび。そう、今日髪をねまとめ編み込みジョンみたいな、そうやつにしてもらいました。うん、天使天使、おー、すごい、これすごいやつだ西尾さん、天使、あの豪華な天使のタワー2つのやつありがとうございます。西尾さん、パタパタパタ西尾さん、豪華天使タワー、ちょっと投げてみたかっただけです。本当にありがとうございます。会社ありがとう。熊天使タワー嬉しい。そう、髪型ね、これあんまりやったことないんよ。なんかこのチョコンが横じゃなくって真ん中のは普通にしたことあるんだけど、横にあるのをね今まで何気にあんまりしたことなくって、そう、でもいいですね、これは涼しげ。ボブみたい。確かにボブというか、なんかなんだベリーショート、これがあるけん、なんかあんま見えんけど、美味しかった。うまうまでした。うん、今満腹。もうリハ、あの作って食べて作って食べてを3時間ぐらいの間に2回するんですよでリハでも食べて本番のも食べて、そう、今日の過去一美味しそうだった。嬉しい。でもなんか豪華な感じしましたね、2品作るし。なんか魚を手掛けることがね今まであんまなかったんですよね。うん、でなんか楽屋で話しよったんですよ、メイクさんとかと。魚じゃけん緊張するみたいな話しよって、魚さばくんかねって話になって、いやーってなっとったんやけど、結局もうすんごいギリギリのギリまで下準備をしてくださってて、私はもう魚を
切る行為は一個もしてません。そう、丁寧にね骨も取ってくださってて、一個も骨がなかった。すごかった。でもいつか裁くのもできるようになれたらなと思いました。なんかさ、今日のメニューはサーモンのお刺身ですみたいな。1時間って言うと、毎回1時間の配信の中で30分、30、40分、あの工程、料理の工程があるんですけど、もうその時間、解体ショーする。俺の嫁さんになれる。なんだそりゃ、願い下げだわ。今日のちおちゃん受賞会とか、確かにこのワンピースとこの髪型と、なんか結婚式の二次会みたいな感じじゃない？この髪型が、そう、そう、この話ね、メイクさんともしてました。私は幼稚園くらいの時に行きましたね、結婚式。この服が何色なのかっていう話になって、メイクさんと、で私はずっと黄緑だと思ってたんですよ。なんか、なんて言うんじゃろう、黄緑のだと思ってました、認識で。でもなんかマネージャーさんとかはカーキじゃないとかで、メイクさんはゴー、なんて言ってたっけ、なんちゃらゴールドなんちゃらじゃないみたいな言ってて、私は黄緑じゃないですかって言ったら、いやそれはないよみたいな言われました。でも私的に一番しっくりきたのはカーキ、あの薄めのカーキ。このこれさ、色で表すの難しい。人によって見える色が異なる服みたいじゃん。え、ありましたよね、なんかそのさ、バズっとる写真、なんかワンピースで人によっては青に見えるし、人によっては白だっけ、白にも見えるみたいな、なんか昔バズっとって。あ、それじゃん、シャンパンゴールドや、メイクさんが言った色、この色を何色として買ったの？何色とも思わず、可愛いと思って買ったけど、物議を醸しています、今このワンピースが。こんばんは。
私曲にハマったらもうその曲しか聴かないんですね、本当に。で今はジュジュさんのありがとうっていう曲をずっと聴いてます。この曲はご飯屋さんにちょっと前に行った時にジュジュさんこの曲が流れてきて、え、この曲めっちゃ悪タイプやわと思って、で声でジュジュさんだっていうのはすぐ分かったんですけど、歌詞を聞いて検索して見つけました。ひたすら一曲だけ、うん、今は今、うん、聞いてますね。ちょっと前はずっとちゃんみなさんの命日を聞いてた。歌うんだ。前髪パッツン。わあ、わかる。 TikTok の透明な雨の中の街でランデブーって曲頭に残ります。わかる、私もそれ普通に聞こうと思って聞いたことないけど TikTok で流れてくる、今めっちゃ脳内再生された。透明な雨の街の、あ、透明な雨の中の街でランデブー、チュ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 ルルルルルチュ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 ルルチュ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 ルルルルルチュ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 みたいなのだよね。うん、知らない花歌った後10枚目かと思う。確かに確かに、今のところ配信で10枚目を口ずさんじゃったことはないですあったらダメなんだけど、でもまんざらでもない顔して歌、鼻歌したらバレなさそうだよねおらんのかな、歌っちゃったメンバあ、そうだよね、今日決済しました。あのお話し会のお金を、決済がね、皆さんお忘れなきようよろしくお願いします。決済期間ですので
完了っす。ありがとう。ありがとう。そう。足りすぎましたかも。あら。楽しみ。びっくりしました。あら。ありがたいです、本当に。楽しもうねん。身に覚えのある高額請求来ました身に覚えがあってよかった。身に覚えがない請求だったら怖いですもんね。皆様本当にありがとうございます。ああ、テレビ派のロケの裏話的なのなんかね。え、今日放送されたのがタイ料理屋さんのバードマンっていう広島駅の近くの的場町にあるタイ料理屋さんだったんですけど、裏話はあのその店長さんがめちゃくちゃあのサバサバテキパキ行動するお方で、でマネージャーさんがスカウトしたいって言ってました。そう、 STU 社にこの人は仕事のできる人だねって話してました。そりゃ繁盛するわけだって話してた。冗談交じりで。めっちゃ美味しかった。パッタイ食べました。めちゃめちゃめちゃんこ美味しかったし、お店の中もなんか、私タイ行ったことないんですけど、すごいタイを懐かしく感じるような感じで、そうそう、すごいの。あのね、お店の外にメニューと値段が書いてあるんだけど、あのメニューにメニュー名がタイ語で全部書かれてるから一個も読めないの。読めない。タイ語で書いてあって値段が書いてあって、そう、もう教える気ゼロ。面白い。でもなんかお店の中ではちゃんと日本語でメニューが見れます。そう、めっちゃ美味しかった。なんかすごいんだよ、私はパッタイっていうタイの焼きそばみたいなの食べたんだけど、パッタイとかガパーライスとかカオマンガイとか全部1000円なの。お昼だけかな、ちょっと分かんないんだけど、全部1000円で、それを頼んだら絶対にグリーンカレーが食べ放題なの。すごくない？
すごくない？だって普通さ、グリーンカレーはグリーンカレーで売られているものじゃん。でさ、例えばさ、グリーンカレーをさ、普通の量とさ、パッタイを普通の量食べるってなったらさ、絶対1000円じゃさ食べれないじゃん、お値段も。だからほんえめっちゃすぎゃーってなりました。私がロケに行った時間がもうあのお昼が終わるもう超ギリギリてか終わってからぐらいの時間にロケだったので、グリーンカレーがもうね売り切れちゃっててなくなっちゃってて食べれんかったんやけど、ライスも無料、すごいですよね。もうねみんなにね広島来たら行ってほしいお店がねいっぱいあるんよ、ほんまに。うん、全部おすすめじゃっけ。そうだね、私もめっちゃ詳しくなりました、このテレビ派のコーナーをさせていただくようになって。うん、広島の街中の料理屋さん美味しいとこ詳しくなった。生まれも育ちも広島です、純正。そう、これダンス動画流れてくる TikTok で。じゃあお礼をしたいと思います。20位ヌルディンさん、19位ポルダーアグリさん、18位ロッサさん、17位井上義弘さん、16位トトミチさん、15位たくみさん、14位ミックさん、13位玉三郎さん、12位アツさん、11位ユリアピースさん、10位マヤ太郎さん、9位アポロンさん、8位キョンシーさん、7位ガンスくんさん、ラッキーセブン。6位20世紀ともちゃんさん、5位ちょうちゃんが大好きなコーラさん、4位エダッチさん、3位おっさんずサムさん、スリースリー、2位東京のスワンさん、ツーツー。そしてそして第1位はピラーヒュン、
西尾さん、イエーイ、ありがとうございます。感謝の極みです。イエイ、ありがとう、ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。この天使豪華なクマ天使タワーもありがとうございました。ありがとう。皆さんも今日は配信見に来てくださってありがとうございます。クックパッドライブもありがとうございました。じゃあ最後にスクショタイムをして終わろうと思います。今日こっち見せたいけど、こっち向こう、うん、ええんちゃう？ええんちゃうか？皆さんありがとうございました。またね、バイバーイ、おやすみなさーい。いい夢を見てください。バイバーイ、またね。私もいい夢を見ます。